っしゃー、さすが825、超でかい。 TD バイブレーション 82S です。当然ね、これはビッグレイクで、でかいバスを狙うために開発したバイブレーションなんですが、当然普通のバイブレーションって浅いところで早巻きしたりとか、そういう使い方って普通にあると思うんです。だからこのバイブレーションにおいてはですね、徹底した低重心設計をですね、特徴としていて、スローロール、例えばスピナーベイトとかそういうもので、スイミングジグとかでやるようなスローロールの釣りというのはバイブレーションでも実現できるというところですよね。なんで例えば今日真冬の状態ででっかいバス釣れてますけども、あれも完全にハードベイト、ハードボトムにおいて、硬いところ、ちょっと深めの硬いところですねっていうのをスローロールで当てながら通してきてるんですけど、通常のバイブレーションってそういう使い方ってすごく難しいんですよ。それがやっぱりこれができてしまうっていうところが最大の特徴です。あとは市民ホール、揺れながらこのね市民ホールっていうホールがあるんで、最初キャストして落とす時から、バスの、注目を引くってこともできるんで、その辺もすごく特徴の一つですね。時期的なことで言うと、当然今真冬でもこうやって釣れますし、バイブレーションのオーソドックスな時期ですね、春先とか秋っていうのも当然シャローの早巻きでも使えますし、活性が下がった時にも、スローロールでも当然使える、すごく優秀なバイブレーションなんで、ぜひ使ってみてください。でかい、ふっと、さすが825、超でかい。スローロール効きますね。やば、太い、でか。こんな寒い中でもね、やっぱ825ってスローロールで使えるっていうところがすごく良くて、バイブの早巻きはもちろんできるバイブレーションもたくさんあるんですけど、このね82のいいところっていうのは、ちょっと深いところをスローロールできる。今のもハードボトムに絡めながらスローロールでゆっくり巻いてる時に食ったって、こんなコンディションいいバス、ほんとね冬、いつの時期も使えるんですけど、こんな寒い時期でも釣れてきてくれますね。最高の一歩。